アスタープレイスっていう、まあユニオンスクエアちょっと南にあるところにあるこのキューブ、これ動くんですよ。ちょっと今は急いでるのでスルーしますけど、ここからラママに行きたいと思います。すんごいいい天気だな。懐かしい。実はここは前私の通学路だったところです。クーパーユニオン、ここも有名な大学です。全額奨学金だった、奨学金だったかな。超お玉の人たちが行く学校ですね。まあ大学かな。でこの、まあ、サードアベニューに来たんですけど、まあここがですねセントマークスって、まあ、真っ直ぐ行けばセントマークスっていうあの名前に変わる日本食がたくさん並んでるとこです。私はまあここを真っ直ぐ行って右にちょこっと行ったところに大学院を通ってた時があったんですけど、 NYU 時代ですね。今日はラママに行くので曲がります。かなー、カール・フィッシャー、音楽の出版社です。寒い。天気は晴れてるけど寒い。数日前はすんごい暖かくてビーチサンダル履いてた人もいたんですよ。ニューヨークびっくりなんですけど、毎年毎年思う、なんでこう気温がこうも上下すんだっていう。見えるかな、これ4丁目です。フォースストリートですね。ここを曲がります。ね、こういうのができてニューヨークもやっと道端にマップを置き出すっていうね。逆になんで今まで出なかったんだって感じだけど、お、見えてきた見えてきた。はあ、ね、これ消火栓、消火栓のあたりにはあの止めちゃいけないんですよ車。うわお、水たまり、今日は凍ってますね。冷夏だから仕方ない。お、ガーベージトラックが来ました。寒い。このラママっていうところはですね、結構あの面白いプロダクションをやるところで、まあ私が行くのは結構ダンス関係が多いかな。でもあのいろんなことやってます。今度ちょこっとだけお手伝いしてる日本からのプロダクションがあるとこです。ではちょっと中に入ってみたいと思います。ラママで
one green bottle ですね。2月29日から3月8日。すごいですね。この東京芸術劇場のプロダクションで、ラママでやるプロダクションです。面白そう。野田秀樹さんが書いた作品です。英語だそうです。すごいよね。皆さんもぜひ。